STS-50 コロンビアの貨物室にあるスペースラブモジュール LM1 とトンネル。スペースラブはスペースシャトルに積み込まれる再利用可能な宇宙実験室である。余圧モジュール、非余圧のキャリア、その他関連する機器などの複数の構成要素からなり、地球周回軌道上の微小重力状態で実験を行うことができる。1973年4月に、 スペースシャトルで使うモジュラー式の科学パッケージの製造に関して NASA と欧州宇宙研究機構が合意し1974年からエアヌによりスペースラブの製造が開始された最初の実験モジュールはヨーロッパの宇宙飛行士に搭乗機会を与えることと引き換えに無料で NASA に引き渡された二つ目のモジュールは NASA 自体が使うために購入した 二機の実験モジュール以外に、真空での実験用にブリティッシュエアロスペースが製造した外部パレットもある。スペースラブは25回のシャトルミッションで使われた。しかし、国際宇宙ステーションやスペースハブで科学的な研究を行うことになったため、スペースラブは1998年に引退することになった。スペースラブのパレットは、 機器の輸送のため、2002年の STS-99 で復活し、合成開口レーダーの輸送に使われた。その後、2008年の STS-123 で ISS にデクスターを運ぶ際にも使われた。将来は2009年の STS-127 で使われる予定である。ドイツブレーメンのブレーメン空港にある。 ブレーメンホールに LM1 が展示されている。スペースラブのレイアウト。トンネル、余圧モジュール、パレットがある。スペースラブのモジュールは、巨大な円筒型をした、実験室で、スペースシャトルの貨物室に積み込まれ、長いトンネルで、上院室と接続されている。実験室の外径は4.06メートルで、各区画の長さは2.7メートルである。 ほとんどの場合は、二つの区画が使われている。スペースラブのパレットは、巨大な機器、宇宙空間への暴露が必要な機器、望遠鏡などの広い視野を必要とする機器、などを取り付けるための U 字型のプラットフォームである。大型の設備を取り付けるためのハードポイントもいくつか、用意されている。パレットは、一機だけで使われることも、 橋と橋をつないで2機や3機で使われることもある。その他の要素として、トンネル、イグルー、インストルメントポインティングシステムがある。ありがとうございます。